はい、えー。いつも動画をご視聴ありがとうございます。竹内です。前回ね、あのー、この動画あ連発祭りというか、えー、秋の動画祭りということでやってるわけなんですが、前回のね、なんか動画、音がモノラル、モノラルだったようで、えー、今回はね、ちゃんとあのー、撮れてるといいんですが、あのー、 ちょっとね、あのパソコンのね、あの、なんかジャックの部分がなんか調子が悪いのか、このマイク自体の調子が悪いのか分かりませんがね、えー、うーん、どうなんでしょう。ちゃんと撮れてればいいなということで、まあまあ、でも片方からしか音出なくても、まあ、聞き取れるかなということで、やっていきたいと思います。で、画面に出ているのがですね、なんじゃこれっていうタイトルだと思います。警部派の方が見ると、ジュニアヘビー級のレースということで、えー、まあ、ちょっとやってみましょうか。えー、そうですね。 えーまあ、競馬における階級っていうのはまあクラスですね、G1 であったり、未勝利、そうですね、500万下とかそういうものなんですが、まあ、僕ら人間界の格闘技なんか見ると、階級っていうのは体重が基準になると、まあ、僕好きなプロレス、ヘビー級とかジュニアヘビー級っていうのがまあ普通、ボクシング、ライト級とかフェザー級とかいろいろありますよね、うんまあ、基本的には体重とかそういうもので、えー、決めているのが階級です。 で、まあ、競馬でも馬体重っていうのは重要なファクターっていうのはもう僕もずっと書いてます軽い馬なんかねちっちゃい馬飼ってたら回収率なんか当然低いわけで、まあ、それを知らずにね買い続けてる人も世間にはいっぱいいるわけなんですがあのまああと書き続けてるっていうことに加えて、まあ、僕のまあ友達のジョッキーの加藤誠二君とか名古屋競馬の子なんですけどまあそういう対談した時とかねあの動画も今アップされてますけど やっぱり軽い馬の方が不利だっていう話には、あまあ、プロの目から見てもなりました。じゃあ、こういうレースはどうでしょうかっていう話になるんですが、えー、コンソーが16頭以上のレースで、460キロ未満の馬が6頭以上いるレース。まあ、結構いますね、軽い馬が。で、まあ、当然、全体的な馬体重の平均が低い、ちっちゃいレースになってくるわけです。まあ、先ほど言ったあれだと、まあ、ジュニアヘビー級という感じのレースになるわけなんですが、 やっぱりそうやって軽い馬が多いと、重い馬の優位性が増すというふうに考えました。で、まあ、外にね、重い馬がいたら、まあ、スタートして、家に入っていた時きに、ちっちゃい馬っていうのは、どんどん押し込まれたりしたりね、あの包まれたりしますので、不利になるっていうことは、その分だけ、えー、外目の枠の重い馬の方が有利になるんじゃないかなというようなことをね、ちょっと考えて調べてみました。で、やっぱり460キロあればそれ以上あって、8枠だったらそれだけで100%近い回収率があったんですね。やっぱ狙い目になると。 ただ、後方待機の馬だと、別に押し込むとかそういうことがないじゃないですか、8枠から出て一番後ろにつける、ううちの馬、軽い馬たちにはそんなに影響がないということになったりしますので、前に行ける馬、その目安として前走の1コーナーで5番手以内を通過した馬で460キロ以上、8枠ですね、という条件にすると、回収率が128%もある、で、人気のないところ、4番人気以下にするとー15、153%も回収率があるという狙い目になると。 いうこととが、えー、結果として出て出きましたまあそんな感じで、えーまあ、ジュニアヘビー級のレースということでですね、まあ、新しいくくり,りですし、まああのまあ、これを聞いてる競馬ファンの方がね友達にあの,あのレースジュニアヘビー級だなって言っても多分あのバカだと思われるんですけど。<laughs> あの まあまああのー、この説明がないとね、何のこっちゃか分かんないんですけど、まあ説明を聞いたら、ジュニアヘビー級ってなんとなく僕の言いたいことが分かったんじゃないかなと、お伝えしたいことが伝わったんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんなわけで、えー、この秋の動画祭り、これが何本目ですかね、3本目なのかな、4本目なのかな、えー、ちょっとわかんなくなってきましたが、ぜひぜひチャンネル登録をしたりですね、してくださっている人は、えー、評価してくれたら嬉しいなと思っております。特番っぽいチャンネルも何回も言いますけど、9月の末に。 第9回撮りますのでよろしくお願いいたします。竹内でした。さようなら。